この制度が3万円だと。マジか。ソニックミニ 4K。 皆様ごきげんよう、宮野美沙です。ようやくね、ソニック 4K ミニが我が研究所に配備されましたので、今回は早速ねレビューさせていただきます。それではね、開封といきましょうとね、まあ大体来ると思いますけども、皆様が気になるのは造形精度、造形速度、そして3万円という超低価格帯で、果たして本当に大丈夫なのかというね点だと思いますので、この3点をねまずは見てまいりたいと思います。はい。で、一応ねスペックだけは確認してまいりますけども、ソニック 4K ミニのね、名前の通り 4K パネルを搭載しておりますので、既存の 2K パネルの 3D プリントに比べますと精度が良く、積層も目立たない造形が期待できます。造形サイズはご覧のような大きさでございます。ミニという名前ではありますけども、造形サイズといたしましては、そこまでね小さくはありません。出力速度は1時間につき 80mm。 ただしこれはカタログスペックですので、実際にこの値を出すのは難しいかもしれません。あくまでも目安ですね。さて、それでは造形精度でございますが、今回検証いたしますのはこちらのデータ、戦艦扶桑とチアタンと、あとは144分の1サイズの私でございますね。ちなみにこの扶桑とチアタンは 3D プリンターで作る動画がございますので、興味がございます方はそちらもご覧いただければと思います。さて、こちらのバーチャル世界の造形物たちを 3D プリンターで召喚してまいりました。まずご覧いただきますのがこちらのチアタンのケツでございます。どちらがソニックミニ 4K かお分かりいただけますでしょうか。正解は右側です。今度は正面なので左側ですね。どうですか、ご覧いただけて判別できましたでしょうか。なかなかね、わずかな差っちゃわずかな差なのかなとは思いますけども、動画でご覧いただけますとどうでしょうか。左側が右側がソニックミニ 4K で、左側がミラクルでございます。光の加減にもよりますが、ソニックミニ 4K の方が積層が目立たないかなと思いますね。こちらのチアタンはミラクルの純正レジンの造形結果でございます。綺麗にいっていますが、積層が若干気になりますね。お次にソニックミニ 4K とベネフォーモノとの比較でございます。まあ明らかにね、ソニックミニ 4K の方が印刷結果は優れておりますけども、プロゼンのレジンはね、ベネフォーモノとの相性はあまり良くありませんでしたので、そこはご了承をお願いいたします。こちらは2000分の1の戦艦扶桑でございますね。パッと見た感じでは大きな差というのはないかなという気がいたしますが、注目していただきたいのが甲板の溝でございます。この層にはモデリングで溝をね作っていったんですけども、ミラクルの方ではうまく造形できていないのに対して、ソニックミニ 4K ではなんとこの細かいね溝の部分もしっかりと作ってくれております。お次に、まあ環境部分のパーツでございますね。 IPA につけすぎた疑惑がありまして、造形が垂れ下がってしまっておりますが、環境のてっぺんのパーツがうまく造形されているのと、階段などもしっかりと造形してくれておりまして、扶桑の検証結果では明らかにソニックミニ 4K の方が精度の軍配が上がります。次にベネフォーモノとの比較です。やはりベネフォーモノの精度はソニックミニ 4K に比べると1歩2歩劣るかなといったところですね。ただこのベネフォーモノの強みは超高精度というわけではありませんが、パーツがわずかに太ることによりまして造形の破綻が起こりづらいという点です。ちなみにクロフソーではご覧のような精度、ベネフォーモノも精度が悪いというわけではないんですよね。で、こちらは先ほどねプリントを終えた戦艦扶桑の環境部分の比較ですが、ソニックミニ 4K はね造形の問題が大量に発生しておりました。この結果を見ますと、あくまでもね、まあ、3日間だけ検証した結果でありますけども、精度が高すぎて造形難易度が高いです。お次に私の144分の1フィギュアでございます。ご覧ください、素晴らしい精度になりました。ソニックミニ 4K はなかなかうまく造形できなかったんですけれども、角度を調節してなんとか出力成功、非常に満足できる結果になりました。
お次に造形速度でございます。データ内容は積層 0.05mm、レイヤー数は561。このデータでの印刷時間はご覧のような結果となりました。シャッフルが2時間32分、ミラクルは2時間、ベネフォーモノは1時間27分、ソニックミニ 4K は1時間24分という結果でした。確かに露光時間はシャッフルの8秒から 1.5 秒まで大幅に少なくなりましたが、ディレイ時間や焼光時間などを含めますと、単純に印刷速度が減少するというわけではありません。というわけで、ソニック 4K ミニ、いきなり結論です。それは、3万円ならば買いです。ただ、1点だけ注意点といたしましては、こちらのソニックミニ 4K は、2代目向きです。1代目として私は、あまりおすすめはできません。その理由なども含めまして、後半ね、長いですけれども、徹底的にレビューしてまいります。ということで、まずは開封でございます。付属品は至って普通。ただ、ピンセットやニッパー、レジン、IPA は標準では付属しておりませんので、注意が必要です。あとは、80番の洗いやすりがありますが、これは後ほど解説いたします。本体を出していきますが、これが驚き。とにかく軽い。それもそのはず、旧型シャッフルが12キロに対しまして、ソニックミニ 4K はわずか5キロ。片手で簡単に持ち上げることができます。パッと見た感じのデザインは、至って普通ですが、旧型シャッフルと比較しても、あまり大きな差はありませんね。レジンバットは、ご覧のような固定方法。本体についている棒と、レジンバットの穴を合わせまして、ネジ止めするやり方ですね。プラットフォームも、旧型シャッフルと比較しても、大きな差はありません。ただ、ひっくり返しますと、そこには大きな違いが。ソニックミニ 4K の方は、ツルツルです。これはレジンがね、絶対に定着しませんので、先ほど、付属しておりました、80番の粗めのヤスリで、表面に傷をつけてまいります。これはね、もっといっぱいやるべきでしたね。しかしこの音は、歯が浮くな。本体のセットアップを行います。私はね、個人輸入で購入いたしましたので、説明書は英語と、あとは、プロゼン社は台湾のメーカーですので、反対値ですかね。よくわかりませんが、まあなんとかなると思います。電源ケーブルは至って普通ですので、早速ね、接続して、本体の電源をオンにして参りましょう。背面のスイッチをオンにいたしますと、OS が立ち上がります。プーちゃんねえよ。これはフットパッドで、本体の足につける緩衝材でしたね。後でつけときます。ということで、プラットフォームの調節を行っていきましょう。プラットフォームの構成、Z キャリブレーション作業は、まずはプラットフォームの4つのネジを緩めてまいります。まあね、3D プリンターでね、一番難儀するポイントでありますけれども、慣れれば特に難しくありません。このプランプランの状態のまま、本体へとつけていきます。本体のメニューからツールを選択してまいります。ツールメニューから Z キャリブレーションを選択。このまま NEXT ボタンを押します。そうしますと、モーターが駆動してまいりまして、プラットフォームが下へまいります。ちょっと怖い作業ですけども、しっかりね、ネジを緩めていれば、ぶっ壊れることはありません。もちろん大丈夫です。フラグではありません。今回はレジンバットにプラットフォームを押し付けておりますけれども、コピー用紙でね、代用するというやり方がありますね。今回はマニュアル通りのやり方でやっていきます。プープーじゃねえよ。はい、それでは、プラットフォームのネジをレンチで締めていきます。まずは先の長い方から、それぞれ対角線上に締めてまいります。おまじないレベルですが、手でプラットフォームを少しね、上から押さえつけます。力の出すぎんちょい。はい。最後に六角レンチの先の短い方で、もう少しね、きつく締めてまいります。これで基本作業は全て完了でございますね。慣れてしまえば簡単な作業です。慣れなくても簡単な作業です。終わりましたら完了ボタンを押します。そうしますとプラットフォームが上へ参りますので、しばらく待ちましょう。これで本体セットアップの全工程は完了でございます。
レジンボトルを用意いたします。私が購入いたしましたのは限定セット。このレジンは1ドルでおまけしてもらいました。飲み物ではありませんが、ペットボトルのお茶よりも安いですよね。ただなんかうまくね剥がせませんでした。不幸だ。3日間にわたり蓋のシールを外そうとしましたが無理でしたので、適当に穴を開けて注いでまいります。レジンは少しね多めに注いだ方がいいと思います。このレジンの名前はアクアグレーなので水でね洗えるかなと思ったんですが、違うみたいです。 IPA が必要ですね。ケースをかぶせまして、これにて本体側の準備が整いました。次は PC での作業です。まずは地図ボックスの最新版バージョン 1.7 の用意をお願いいたします。そういたしますとソニックミニ 4K が追加されていきます。あとはマニュアルに記載されている推奨設定を入れていきます。録音時間を 1.5 秒に、ベース録音時間を20秒に、それ以外にも上昇速度などの項目も上げてまいります。あとは先ほどお見せした通り、今回プリントいたします戦艦輸送とチアタンとは私を並べてまいります。並べましたらスライスをしまして、あとはひたすら待ちましょう。終わりましたら保存ボタンを押して USB メモリへとデータの保存を実行していきます。 USB メモリを挿す位置を確認していきます。ソニックミニ4K は本体の側面に USB の穴がありますけれども、正直ねこの位置はあまり良くないなって気がしますよね。正面が良かったな。 USB を挿していきます。全てを終わらせるために。ここで問題が発生。不相がどれだかわからん問題。全機種のシャッフルは日本語表記もできたんですが、ソニックミニ 4K は日本語は除外されてしまったみたいですね。ようやく見つけまして、プリントを開始してまいります。プリントを開始した瞬間にけたたましいファンの音が、駆動音はブッブーじゃねえよ、駆動音は思ったよりも大きいかなといった印象がありますね。それにしてもね、光造形は動画映えしないですよね。1時間20分後、プリントが終了いたしましたので造形物を確認していきましょう。果たして結果はいかがでしょうか。見えなくなるくらい綺麗に造形できましたね。はい、全く何もできておりません。もう一度試してダメだったので、まあね、プラットフォームに定着しないということは、これは明らかにね表面に問題があるかなと思いましたので、80番のヤスリで傷をつけてまいります。歯が浮くわ。表面を削りましたので念のためにジェット構成を行います。先ほどと同じ作業ですね。二度手間になってしまいました。そして3度目の正直、無事に定着もうまくいきましたね。パッと見た感じは完璧に見えます。デビットカッパフィールド。造形物の引き剥がしには付属のスクレーバーを使用してみましたが、これは使い物にならないので捨てた方がいいと思います。やはり造形物の引き剥がしにはニトムズのテープカッターが光造形にもおすすめですね。これと金属製の刃のあるスクレーバーを使い分けております。ただプラットフォームの完成度はね、やはりサンブラ処理されましたベネフォーモノの方が圧倒的に造形物を引き剥がしやすいですね。洗浄につきましては IPA につけてまいります。あとは超音波洗浄機できれいにしていきます。空の表したちの爆音が聞こえる。ブンブン表し分と飛ぶぞーい。造形結果といたしましては先ほどの通りでございます。見た感じではあまり大きな差はないように見えますが、このように動画で確認してまいりますと石像の部分が非常に綺麗に出ておりますね。ただあまりにも精度が良く、不相の環境の一部がプリントできておりませんでしたので、データの修正をね行わないとダメですね。それでは最後に良い部分と悪い部分をそれぞれまとめてより詳しく確認してまいります。まずは良いポイント。先ほど申し上げた通り精度は優秀です。比較対象のミラクルは 2K LCD パネルの 3D プリンターとしては最高クラスの精度を誇りますが、やはりね 4K 機は強いですよね。ただ肉眼ですぐに判明できるほどの違いがあるわけではないです。2、本体サイズが小さい。ソニックミニというだけありまして、重量は軽く、大きさもシャッフルと比較しても非常に小さいです。3、価格が安い。4、
モノクロ LCD パネルの長所。これは繰り返しになりますが、モノクロ LCD パネルは高速印刷、長寿命を実現しております。実際のところは、印刷時間は半分から3割減といったところですが、消耗品の値段も考えても、やはりプロ全社の 3D プリンターならば、モノクロ LCD パネル搭載機がおすすめです。ただ、エレゴーのカラー LCD パネルはとにかく激安なので、エレゴーと比較いたしますと、そこまでね、コスパの差はないかなと思います。また、ソニックミニオン系のモノクロ LCD パネルの固定方法は、遮光テープでの固定方法になります。この方法は、乾燥するときはめんどくさいかもしれませんね。ご覧のように原始的な方法で、遮光テープというものを四方に貼り付けていくと一緒です。5、キットボックスの対応が早い。光造形 3D プリンターで一番使われているであろうスライスソフトのキットボックスは非常に使いやすいんですけども、ノバ 3D 製品など一部の 3D プリンターには対応しておりません。プロゼン製品はエレゴー並みに早く対応されますので、とても良いポイントだと思います。はい、お次に欠点ですね。本体が安っぽい。まあ、これはね、もう価格が安いのでね、もうしょうがないと思いますけども、UV カバーはね、とにかくペラペラでぶっ壊しそうです。エルフィンのカバーも薄くてね、壊れてしまいましたので、まあ、割れてもね、テープで補強すればいいんですけども、ちょっとですね、この薄さは気になります。日本国内の価格ですと、より低価格なベネフォームのは、筐体とカバーをいちいち取り外す必要がないので、この方法が一番いいっちゃいいんですよね。プラットフォームは3ブラ処理されましたものに比べると、明らかにね、引き剥がしづらいですね。あとはね、空気清浄機も一押さえです。ただ、光造形 3D プリンターの空気清浄機はおまけ程度ですので、匂いがどうしても気になるよという方は、匂いの少ないレジンを選択してみてください。あとは、Z 軸はシングルリニアガイドなので、高さのある造形物の場合は、Z にズレが生じる可能性がありますね。このあたりは上位機種に比べますと、明確に劣る点だと思います。お次は、これもまあ、仕方がないと思いますけども、USB メモリでのデータ転送しかないので、Wi-Fi や有線になれるとかなりめんどくさいかもしれませんね。3D プリンターのミラクルも同様な形式ですが、こちらの光造形 3D プリンターは、正面に USB の端子がありますので、そこまで取り回しが苦になることはありませんが、ソニックミニオン系は、側面にね、USB の端子がありますので、置く場所によってはね、やりづらさを感じるかもしれません。お次にですね、まあ、意外と音がうるさいです。とりあえずね、まあ、旧型車風に比べると、騒音はね、小さいですけれどもね、まあ、音をじゃあ聞いてみましょうか。はい。まあ、私ね、旧型シャッフルのね、モーター音好きなんですけどね、かっこいいんですけども、まあ、うるさいです。はい。まあ、それに比べれば、ソニックミニオン系の音は、まあ、抑えられてるとは思いますが、小さな筐体なのが影響してか、ファンの音と、モーター音は、やや大きめかなと思いますね。ベネフォームのは、クローゼットの中に入れておけばほぼ無音なので、作業部屋と寝室が同じだよという方は、注意してください。まあ、クローゼットの中に入れればね、なんとかなるかなというレベルだと思います。まあ、割とね、うるさいかもしれないな。ということで、まとめです。非常に長い動画となってしまいましたが、結論は、前半申し上げた通り、こちらの機種、ソニックミニオン系は、2代目向けでございます。というのも、やはりね、造形精度があまりにも良すぎてしまいますので、プリントの問題が発生する確率がかなり高いです。こちらのクロフスを見ても、モデリングをやり直さないといけないレベルですね。超細かい精度のものを、例えば、144分の1サイズのものを量産したいという時には、ソニックミニオン系はうてつけだと思いますが、あくまでもまだね、減少して3日目とはいえ、現時点では、扱いやすい機種とは言えないと思います。3万円台ならば買いですが、現在は個人輸入ですと4万円、国内だと6万6千円なので、コスパは低下中ですね。そして、私が、もし最初に1台目を買うとするならば、ソニックミニです。全機種です。なぜならば、この機種は Amazon で現在2万1千円。完全に捨て値ですよね。ソニックミニは、精度ではもちろん劣りますけども、この精度の劣るというのはレジンが細くなりすぎず、造形しやすいという意味でもありますので、まず 3D プリンターを始めるならば、ソニックミニ 4K ではなく、全機種を選択した方が幸せになれると思います。あとは、
ワンチャンどっ壊してもね、気が楽だと思います。ただね、あとは私が前回購入いたしましたベネフォーモノも超繊細な造形には向いておりませんが、ハードウェアの完成度は非常に優れておりますし、スライサーもだいぶ改善されておりますので、ベネフォーモノのレビュー動画ももしよろしければ、参考にしていただければと思います。ということで皆さん、長丁場お付き合いいただきましてありがとうございました。このチャンネルでは 3D プリンターでね、新兵器やね、近代建築などね、そういった分野を作っておりますので、こういった分野に興味がございます方はぜひチャンネルを登録していただけますととても嬉しく思います。ということで、また皆様、次の動画でまたお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら、バイバイ。現象に疲れたので、ちょっとだけ休むかもしれません。バイバイ。来ちゃった。